ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速ミミミの館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロンミミミの館へようこそ。お越しくださいました。ほい、ということで今回はイルミネーションや噴水で可愛くて綺麗なイチゴミルク村に行ってみたいと思います。ここちなみにご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢を取り寄せるためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、いちごミルク村に出発。はい、いちご村に到着。いちごミルク村に到着。待って、周りめっちゃ。夢の世界へようこそ。あなたは今、いちごミルクという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のいちごミルクの世界をご堪能遊ばせ。え、なんか地面めっちゃすごい。ほら、なんかぎっしり花が。何の花なんやろ。なんか霞草みたいな感じじゃない？見て、流れ星流れたよね、さっき。ちょ、待って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 、ほら。流れ星。しっかりお願いをするやつ。はぁ、もう流れない。終わってしまってない。終わってしまってないけど、とりあえず、着替えましょう。お、天使の輪。ワンピースに、風船。オッケー。こんな感じの格好でいきます。いいね。ちょっと前髪が、くくった前髪が天使の輪を突き抜けてしまっているけれど。おー。あ、このトイレもかわいい、めっちゃ。そして、ここはあれだよね。桃の木が、連なっている場所。お！これは？オープン。ケーク。ケーキ屋さん。いいね、いいね。行こう行こう。ってことで、一軒目の家。あ、この辺は、リンゴの木が。なんかこういう風にちゃんと、ね。ちゃんとまとめて置いてあるのが、私バラッバラやもんな。はい、お邪魔します。ん？何？なんか、村の外とは打って変わって、めちゃくちゃ、家の中、雰囲気が違うんですけど、びっくりした。これは ?2 の数字しかないんかな ?1 はないの？なるほど、なるほど。映画館か何かかな？ぽくない？なんか。ねえ、ぽいよね。確かに映画館入ってすぐ、こう真ん中の方とかに、なんか等身大パネルみたいな色々あったりとかするよね。で、多分これが、ま、映画のポスター。で、ま、ガシャポンとか、ガムとか、そういうのも置いとるし、座るスペースもある。そして、ポップコーンとか、ま、飲み物。ここで買って、映画を見に行く。おー、ほら、やっぱり。すごいね。そういう表現の仕方があるんやって感じ。一瞬入った時、何のラボかなって思ったけど。なるほどね、すごいね、いろんな表現の仕方があるね。そしてこうやってなんか、テレビを何台も並べて、映画のスクリーンを表現するのも面白い。あ、同じものを表現するってなっても、人によって全然違うんやなっていうのがあるね。はい、それじゃあ2階へ。なるほど、2階はまだ完成していない感じ？了解です。家の人は外かな？あ、いたいた。どうも。いちごさん。ハロー。どうも。ちなみにこのいちごミルク村は、コロコロ。
村の中の雰囲気が変わって、定期的に夢番地を更新してるみたいなので、ぜひぜひ来てみてくださいまし。お菓子の家や、お菓子の家、お邪魔します。あ、ここか。オープン。ケーキ屋さん。あずきちゃん、スイート。めっちゃなんか、高級感漂う。庶民は入ってはいけないかのようなケーキ屋さんだわ。はい、それじゃあ、左の部屋へ。左側は、ここはなんかの部屋なんかな。普通に個人的な、個人的なお部屋ということか。ふんふんふん。なるほど。多分店長さんの家兼カフェ？カフェ？ケーキ屋さんってことなんかな。ん？お店の人いなくなったけど。あ、奥は厨房や。なるほど。ここで、いろいろと作るわけですね。これ何？あ、桃か。桃と？これはさくらんぼ？か？そして、梨。あ、もう出来上がってるのが後ろに置いてある。いいね、いいね。そして、オレンジ。素敵すぎるんですが、あ、飲み物もちゃんとあるんやね。じゃ、ケーキと飲み物を一緒に買っていくと。はい、それじゃあ、あ、君そこにいたの。私そこに行きたかったんだけど、とりあえず2階へ行こう。あ、2階はアイス屋さんがある。アイス屋さんがあって、周りは海、砂浜。めっちゃいいね。こういうところで食べたらより一層美味しく感じるっていう気がする。そういうのあるよね。お、ちゃんと抜いてくれて。はい、右側の部屋へ。ん？右側の部屋は、ここは、お店なんかな？服屋さん？まあ、並べ方とか、そういう感じを見ると、服屋さんだね。私、服屋さんとさ、ケーキ屋さんが一緒にあるところ、なんか、この間見たんやけどさ、結構普通やったりとかするんかな？初めて見たんやけど。併設されてるもんなんだね、なんかいろんなお店が。ほい、それじゃあ、お邪魔しました。さあ、それじゃあ、3軒目のお家へ。人の家は全部なんか、上の方に固まっとんやね。お邪魔します。あ、ここはコンビニや。セブンイレブン。なるほど、なるほど。いいね。いや、こういうの思うけど、なんかこういうね、防犯カメラとか、同じものを何個も揃えるのってなんか結構時間かかりそうな感じするよね。大変そう。そしてちゃんとカウンター内には、制服を着た店員さんが。いや、こういう中華まんとかさ、結構なんか季節を問うやつ。もううちの店舗はね、基本的に、一年中置いてるからね。おでんだけはしまうんやけど。おでんだけはのけるんやけど、中華まんは一年中置いとるけんね。こないだお客さんにも珍しいって言われた。あ、ちゃんとレジも二つあるやん。すげえ。コンビニって感じやね。あ、まさかの家の後ろにいた。そんなところにひっそりと。ケンジくん、ハッピー。いいね、いいね。なんか外国の人が来ても、わかるように、英語なんかな。
でも簡単な英語だけ使っとるけん日本人でもわかるね。この辺りとかも、なんかこう村の外、外観のこういう使われとるさ、タイルとかもめっちゃ可愛いし綺麗やし、いいね。いいね。え、最後の家めっちゃ、めっちゃお城なんですけど、豪華すぎないかい？お邪魔します。へえ、やっぱり普通にお城なんや。めっちゃ大量の兵士たちに出迎えられた。怖い。で、この二人はきっと門番だね。どうも。お、あ、でも奥は教会なんや。なるほど。なんかこういう空間で、あの音楽が流れてないのが、珍しい。え、いつもさ、なんか、なんていう曲か忘れたけど、なんか同じ曲が流れおらん？こういう教会っぽい感じの場所では。なるほど。まさか、私の予想では、ここ入ってきたら、めっちゃ玉座の間っていう感じやと思った。違ったね。どうもどうも。なるほど、ここは教会入り口なわけですね。はい、それじゃ左の部屋へ。あ、左側は、食事をする。食事をする部屋。やっぱり、これだけのお金持ちあって、入り口に兵士もあんだけおるっていうわけで、メイドさんもおるんやね。素晴らしい。メイドさんが料理を運んできてくれるんや。はい、そして、右側の部屋へ。右側は、なんかカジノがあるんだけど。まさかの。やっぱお金持ちはそういうの好きなんかな。私多分どんだけお金持ってもこういうの専用な気がする。なんか、お金の無駄と思ってしまう。確実になんか、何かしら手に入るものとか、ねえ。そういうのの、でっかい買い物とかやったらいいんやけど、ただただなんかこう、遊びで消費されていくのは、なんかなぁ。あ、でも UFO キャッチャーとかバンバンやりそうやし。それはそれであれか。これは家族が演奏する楽器なんかな？それとも誰かを招いて演奏させるやつなんやろうか。ほい、2階へ。あ、2階はめっちゃなんかラブリーな感じ。あ、なるほど。これでなんか部屋が仕切られとる。多分この家は、お姫様というか、子供、娘が二人おるんやね。かわいい。で、なんとなくこう趣味が違う感じの。あ、でも、二人ともフリフリ系が好きっていうのは共通しとんかな。え、かわいい。めっちゃかわいい。いいね、いいね。こういうの。ハッピーバースデー、誕生日や。こっち、お姉さんか妹かわからんけど、こっちの水色の部屋の子、が、誕生日っぽいね。おめでたい。ふふ。はい、そして、地下へ。地下にはなんか意味深に宝箱だけが置かれてある。なんかあれやね。RPG とかでありそうな感じの。しかもちょっと錆びれた。きっと地下で過去に何かがあったんやね、この城で。あれ、そういえばこの城の主がおらんね。外かな。あ、おった。多分この子はさっきの2階の左側の部屋の子じゃないかな。ピンクやし。レイナちゃん、ハロー。村長さんやね。こんだけでっかいお城に住んでいるわけだし。お、フランソワやん。かわいい。服とかもかわいい。いいね。この、村と家の中とのギャップ
家の中基本的に今可愛い部屋とかもすごいいっぱいあるんやけど、入ってすぐは、何かっこいいっていう。なんかちょっとファンタジーというか、ちょっと男の子向けの漫画とかに出てきそうな感じの世界観が多かった気がする。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。きっと流れ星に願い事もしたけん叶うはず。あ、でもあれか、3回お願いこっちに勝ったら叶わんのかな。しかも夢の中っていう。